愛情と愛憎の感情空想想像上気上論証言と文献によれば恋は流線形友情以上の関係論と境界延長線上経験的数値による恋の時計迷いもり獣の牙ただ祈りしかないバイブルああまぶた閉じ嘆き諦めたその時手差し伸べたのは異国の青年ね心とかいう名前の見果てぬ時の機能について私の考察によればそれはただのまやかしで愛とかいう名前の見かせの感情を抱くことは本当に悪なのですか？深い森の奥の小屋の中記録しかないバイブスああまぶた閉じ望みだけ閉めたその時唇触れたのは感情の表現をねえ心とかいう名前の見果てぬ時の機能について私の記憶によればそれはただの幻で愛とかいう名前の見かせの感情を抱くことは本当に悪なのですか？私の考察によればそれはただのもやかして愛とかいう名前の見かせの感情を抱くことは本当に悪なのですか？心とかいう名前の見果てぬ時の機能について私の経験によればそれは愛を無用で愛とかいう名前の見かせのこの感情を抱くのは本当に悪なのですか？